皆さんこんにちは取材するユーチューバーことニューソフ推進者の須田慎一郎です、えー、今日はですね私の大先輩である猪瀬直樹、ね、参院幹事長にですねお越しいただきました日本維新の会のお越しいただいたら俺とこだから<ー> <laughs> 西麻布に、はい、須田須田慎一郎にお越しいただきました、ねはい、西麻布のですね <laughs>、えー、猪瀬直樹事務所にお伺いしておりますとありがとうございます <laughs> ということなんですけれども、今日ねぜひこれ聞いてみたいんですよ。うん、あの皆さん自身も X で大炎上されてるんですけども、うん、来月パリオリンピックが始まりますけどねもうあ。来週だよあ来週ですかもう。あと1週間で始まっちゃう。えー、ねもうまもなくパリオリンピック始まりますけども、その中で女子の体操選手のね、うん、リーダー役だった方が過去の喫煙歴をですね理由に出場自体に追い込まれたと。うん、まあこの一件について何かこうね。 で、言いたいことがあるということで。僕はね、ええ、かわいそうでたまらないね。うん、なんでみんなかわいそうだ、止まらないのかね。うん、だってさ、僕はこの前、あの、二週間ぐらい前かな、三週間ぐらい前に。ええ、N. H. K. で、あの、土曜日か日曜日ですけれども。選考会やってたんですよね。うん、オリンピック選手の。日本って、男子も女子も結構優れてるから。はい、かなり厳しい、その選考会なんですよ。うん、日本で超一流の選手が。競い合ってる姿、うん。 大変ね感動的んそこで4番目5番目まで入るとか入らないとかねやってるわけですよで男子見て女子も次の週間次の日に見たんだよねいやすごいなと思って特に女子の宮田翔子選手はダントツ1番なんですよそれでね「いいねこれトップだね」と思ってそしたらついこの間のニュースですよねタバコ吸ったからアウトだと。 えと思ったんだよね今モナコにいるっていう合宿やって感じあるけど、うん、すぐパリに行くのに日本に返された、うん、えっと思うわけね、うん、それで出場辞退させられちゃった、うん、で、たかがタバコ吸ってね19歳でもうすぐ二十歳になるんでしょ、うん、タバコ吸って酒一杯飲んだだけでしょ、うん、それでさ名前さらして処分でしょ、うん、おかしいねだってさ、うん 十九歳で、オリンピックに出るために。ものすごい鍛錬をして。すごい辛い練習を。とにかくクリアして。考えた人を。なんで引きずり下ろすのかね。理解できませんね。可哀想でたまらないよね、うんうんうん。まあ、江ノ須さんというとね。やはり、あの、東京オリンピック招致に、まあ。 成功されて、なおかつご自身も運動選手、スポーツ選手ということで、今でもねマラソンずっとやってられるということなんですけれども、バドミントとかテニスとかね、昔空手もやったしね、あの学生運動もあれ学生運動だからね、あれ運動なんですか、あれはあれはだって闘的だろ、それから剣道だろ、全力疾走だろ、それからジョギングだろ。 追い詰められたら壁登ったりとかクライミングだとねあれはねだから2年ぐらいやったあれも運動学生運動やっぱ二十歳ぐらいの時にそういうのやった方がいいのよやっぱり大きな声出してねいろんなふうにやって体ぶつけたりしてね学生運動もそうだし空手もやったしねちゃんと黒み取ってるしねテニスは30年ぐらいやってるしそれからマラソンは 糖尿病だって言われたからまずいと思って走り始めたんそれで数字を押さえてそれで初めて1年半後に東京マラソン出たんだからで完走してあれ7時間でアウトだからね6時間40分よ42キロで石原さんもゴールで涙流したよこれ死んじゃうかと思ったらしいからいやほんとだって全くもほら1年ちょっとやっただけでさ出たらさ危ないから。 その時、歳だから俺。まあの、土地時代もなんか走ってましたよね土地のあずっと走ってだから糖尿病克服しなゃいないからずっと走ってでテニスもずっとやってるんまあそういうお立場だからこそそのことを踏まえてのかわいそうでしょうねみたいにさ俺みたいにオリンピック出るってどれだけさすごいことかってわかるね。それは大変なことなんだよね 本当に鍛錬しなければ、それからメンタルの面でもきちっと鍛えていかないと、オリンピックなんか代表になりません、しかも1位ですよ、その選手がちょっとタバコ吸った、めいけないんだよ、あなただって高校時代にちょっと物質タバコ吸ったいや物質どころかですね、校舎の陰で堂々とそういうのね、先生ね、定額1週間なのよ、それで反省してすみませんって謝って、そういうことを通り越して大人になっていくんでね。 取り越したやなちゃんと。取り越しました。まあそれでね、そういうことなんで。取り越したかどっかだんです。だまあいや、そういうことなんで。だからね、それで僕は思ったのは、そのなんでそこまでやるかなんだよね。これ不思議なんだけど、昨日だからちどニュースにあの体操協会のなんか監督とかみんな頭下げて、で監督涙流してる。馬鹿じゃないの、んで涙流してるお前どこ傷ついたんだと。彼女を守るのが守るのが仕事だろうと。 だっ彼女を説教して、うん、そしてタイパリオリンピック出させるのが仕事だろう、うん、それをだから周り気にしてるわけよねばれ、うん、ちゃったと、うん、外に出て噂になるどうしたらいいと、うん、で処分するとで、謝るとバカだゃなかって,って、ねうん、何考えてんだとつまり人の目ばっか気にして監視社会みたいになってるわけよね、うん、それはおかしいでしょうと。 選手を愛してるんなら、何とかしてあげなきゃいけないのに、うん、名前出して晒して、もう一生さ。この社会生きていけないわけだよね。うん、そういうことをやっちゃって、うん、それでスケボーの選手は。一か月か二か月前に、やっぱり。うんえー、なんかタバコ吸ってたのか、あったんだよ、酒飲、うんだそれ、それは三四名いたのを。スケボーの方は。公表せず、勲、うん、勲告処分、開国処分。で終わらしてんだよ。うん、お説教で終わらして。うん 逆に謝れ,謝らせれば確かにすいませんあそうだな悪かった間違えましたって思えればいいわけで、うん、それで終わたんだよ、うん、なんでそこまでさらしてねって僕は思うのは日本ってさなんかねチャレンジしたりちょっとはみ出たりするやつを叩きすぎるんだよね、うん、監視社会みたいになっちゃってて。 これ同調圧力、だよね。空気揚々みたいなものが出来上がってくるっていうね、そこなんですよ、あの、今回ね、ちょっとお伺いしたいのは、その処分が出て、おそらくね、多くの国民がかわいそうにと思うのかなと思ったら、当然だとか、そのタバこを吸ったことに対して、ものすごい口いらなく罵るということれは驚いてこの空気感で、それで僕のツイッターが1000万ぐらいいったんだよね。 引用リツイートしてくる人って大体ね法律守んないおかしいんだ規則守んないおかしいんだこういうのだよ当たり前だろうとかさこれ何なんだろうかねこれはどんなふうにお考えですかいやだからネット上だからですかそれとも世の中の規則社会っていうものがどん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 首を絞めてくっていうね自分の首をつまり1回ぐらいちょっとグレたりとかおちゃでいろんなことやらかしちゃったりとかっていう経験を しないまま、すっと大人になってくるっていう通過儀礼がなくなってるんだと思うんですよね、うん、要するに、ちょっと暴れたりすると、経験して、それから大人になるんで、それがないまま来てるので、僕はちょっと驚いたのはね、僕、国会行くときに、ここからずっと六本木通り通って、ため池通って、首相官邸の方通って、国会行くんだけど、ため池のところに喫煙所があるんですよ、ね。ははいはいありますね、うん 天井何万円で囲いがちょっとあるだけ。そこに六七人入ってあと五六人並んでるんですよ。なんで並んでるのかね。だって何ぐらい空間あんだから別にそこ知ってるじゃない。<laughs> <laughs> だからつまり<え>つまりそういうことなの。それはぎょうぎょういいんですよ。だけどそれっておかしくないかと思うわけ。屋根があったら並ぶ必要あるけど、うん、並んでちょっと好き入る何人で決まってるらしいんだけど、うん、そこ入ればいいんじゃない。普通にね。でそれから 夜中にね誰も人通りがないところで赤信号止まって立つ人いるわけよ、うん、僕ランニングしてるから横切っちゃうけどねそなの、うん、だって車もいないし、うん、誰も人がいないんだから、うん、そういうふうに自分の判断できないのねで規則だ規則だ規則だって言って、うん、何考えてるんだと、うん、つまり規則ってのは自分の判断がなくてあれあの従えばいいんだっていうね分かった考えることをしなくなったっていうこですね 赤信号でトラックも来ない、人もいないたかだか5メートルぐらいだったらスッて行けるじゃない考え考えてないから立ってるでさ、5メートルぐらいさっと渡って次にやること考えろってことだもんねでもあれですよね、井ノさんのその X ポストに関してもどっちなんですか、やっぱりネガティブに捉えて半分ぐらいはいいと思うんだよ、いいと思ってあの押してると思う、いいね押してると思う だからそうじゃない人が半分近くいるってことは怖いよねだから賛成の人は当然いっぱいいるんだけどこれはヤフーのヤフコメ見てるとなんか反対のやつばっか出てくるよね不思議だなこれはこう近年の傾向なんですか僕はねオリンピック招致したじゃないねで大変だったわけですよあの招致はやっぱり戦いだったんでマドリードとねイスタンブールと東京でねで僕はもうしょっちゅうプレゼンテーションに行くわけですよ 必死ですよ、うん、なんとか英語をこうなんとか喋れるようにしてやるわけですよ、うん、でね大変なのそれでねローザンヌの時かな、ね、あのあ最後のブエノスアイレスの時かなとにかく彼らバドリッドとかね、うん、イスタンブールとかみんな一緒に昼飯一緒なんですよ、うん、適当に社員食堂じゃないけどレストランで一緒に、うん、僕の前にさスペインのスポ,ーツスポーツ大臣が座ってたりとか、ね、でなんかお前飯食ってた。 どうしたのって言ったら「いやーもう緊張しちゃって食べられないです」って言うんだよ、うん、スペインでラテン系だろラテン系のやつがさ <laughs> 緊張して食べられないっていうわけこのプレゼンテーションだからね、うん、そんくらいさ厳しい,いなあなるほど,なるほど、うん、それで取ってきたんだよね、うん、それなのにコロナになったでしょ、うん、で2020年2020とか、はい、1>, 1年延期しましょうっていう話になるんだけど、うんうん 1年延期で落ち着いて共用範囲だから1年っていうのはね4年に1回なんだから1年であと3年だからね2021年になるわけだけどその時やっぱコロナ真っ盛りであの尾身さんって人いたじゃないオリンピック中止すべきだって言ったんだよバカじゃねえのってさ国際条約なんだよオリンピックってそれ破棄したら100年日本は信用失われるよなんとかやり抜かないといけないわけ でま無観客ってと変な妥協しちゃったんだけどね僕はそれも腹立ってるんだけど要するにあの時の空気は日本人ってね気が小さいんだよね何かあったらどうしたらいい症候群ってやつなんだよ自分の判断とか人に何か言われたら困るとかもう気が小さいとこうなっちゃうわだけねそういうね自分が責任取る責任取るってそれぞれ言えば終わる話を何かあったらどうしたらいい症候群ってあの時にね イギリスでウィンブルドンの大会やってるわけやってましたそしてヨーロッパで欧州サッカー選手権やってるわけみんなマスクなんか誰もしないで観客がさわーってやってる時日本は無観客にしろとかやってるわけ中止だとかこの気の小ささオリンピックで素晴らしい活躍をしてるのを見たいっていうでねそっちの欲望が強くなきゃいけないわけよ怖い怖い怖いになってるわけよそれで 結局無関係な僕は一番本当にオリンピック招致してや,や,や,やってみせたかったのはパラリンピックを見せたかったわけよ。うん、なぜなら僕がロンドンに行った時に当時、はい、ロンドンオリンピックでパラリンピックが満席なわけへえ,ー、えーっと思ったわけ、うん、これなんだ今はってね<ー>だからあのパラリンピックを子供たちに見せたら一生もんなんだよ。うん 一生生きていける力を見ればねなのになんとか小学校何校か見せただけでやめちゃったでしょあれ小学生全員見せなきゃいけなかったんでそれはねコロナコロナコロナでさコロナなんかもう大したことないんだよそんなのさ大したことないっていの語弊あるけどそんなさ全員がかかるわけじゃないし注射も打ってるわけだし注射間に合ってきたわけよねだからワクチンね。だからどこの国もさ ウィンブルドンでも欧州サッカー選手権でも誰もマスクしてないんだよ、うん、日本だけが怖いからやめようって言ってる、ねうん、この気の小ささっていうのは何なのかって感情だよね、うんうん、ロジックじゃないんだよ。でさっきミジコも、ね、弓塾も言われたように、その中でね、じゃあ俺が責任取るからこうやろうっていう、その責任を負うというね、うん、そういう覚悟のある人がいないっていうことも、か体操のさ、宮田彩子さんの監督が、はいええ、俺がちゃんと言うから、うん、お前、出ろと、うん、言えい,いいわけよ。うん それをなんで監督がさ謝罪会見で泣いて謝ってない、うん、バカじゃないのお前はさ選手を助ける役割だろうと、うん、守る役割だろうとそれが選手を名前を晒して帰国させてで謝って、うん、何をやってるのかっていうことなんだよね、うん、本当にほいとあそういうことでね、うん、こう日本人の怖がり精神みたいなのは、うん、多分空気とか、うん、その 人の目を気にするとか、うん、それで実は僕は参議院議員になって、<え>えー、22年の7月になって、うん、10, 10月から国会が始まって、<え>始まった冒頭で僕は予算委員会でマスク取ったんだよ。うんね、大変な詐欺になりましたね、あのどこの国も5類になってんだよ、うん、日本だけ、ね、まだコロナだって言ってる。うんで僕は 時々日赤病院行くわけよ、糖尿の薬もらいに、3か月1回で、なんとかランニングしながら、克服してるけど、数字がちょっと出るといけないから、薬もらえる。日石行くとみんなマスクしてるねで、国会行ったらみんなマスクしてるから、これ病院みたいだなと思ったんだよ。ただこれ病院じゃねえだろと、マスクしてるの僕が予算委員会で岸田さんにね、ちょうどそのぐらいのところにこんな大きいアクリルがあるんだよ、板が。でここ こ,こから距離5メートルありますからマスク取りますって言ったんだよ、うん。総理もマスク取ってくださいってた,そったらさ自民党と立憲民主党がさ「うん、規則を守れ!」って言うんだよ俺に。規則を守れってやりたったんですかあれは。規則守れなんだよ。うん、だから規則規則規則でさ、うん、規則っていったら何なのか、うん、ね。規則っていうのは我々を縛るものじゃなくて我々を生かすものなんであって。っいうのはやっぱり ある種の柔軟性があって、うん、なぜ作られたかってところに戻んなきゃいけない問題だから、うん、着手定規にあの似基地を当てはめると窮屈になっちゃうよね、うん、そういうことですよね、うん、だからそのタバコちょっと吸ったと、酒一口飲んだだけで、うん、その出場停止、パリオリンピック、うん、それ場合どれだけ努力してきた、その女の子がさ、翔子、うん、さんが かわいそうでたまらないよね、うん、そういう正規でそういうだけど踏みにじってるわけでしょ、うん、その努力とか人格をこれで規則第一主義っていうのは一方、うん、ね今ね多分ね日本がちょっと停滞してるのは会社の中でもちょっと新しい開発とか新製品とかそうそれは何とかで合わないとかね潰しちゃうんだと思うんだよね、うん、規則守ってる方が大事で規則破るぐらいじゃないと新しい商品生まれないんだからね、うんうん そういういことですよね。まあそれがやっぱり日本のこの活力がなさぶりというのが表わるんですよ。それに対してアメリカなんかねトランプさんが出てきてもう規則なりにするものぞみたいな人たちがそうだからトランプさんはねこの辺かすったらさ、ね、ちょっと穏やかになったねああ<ー> <laughs>、ね、あね。れ多分ね神様を感じたんだと思うよあと1センチで死んでんだから。うん やっぱりちょっと穏やかになるおそらくこをかすったので変わったね、うん、顔が穏やかになってるね<ー>トラックね、うん、言ってる中身は激しいけど言い方が顔が全然違うよね、うん、戦闘的な顔じゃな党大会のね顔なんかを見てみると穏やかな顔になっそれはともかく僕はね日本が自民党総裁選でも全然盛り上がらなかったり、うん、いや維新の中でももっと内部で議論盛り上げなきゃいけないし立憲も 国民もなんか静かだし、うん、蓮舫さんの問題で落選してもなんかあんまりさ、ごちゃごちゃしてるわけで、突き上げる力出てこないよね、うん、日本全体がなんか力がないっていうか、うん、だけどアメリカの大統領選は、まああれは4年に1回のお祭りだけど、うん、やっぱりどっちも盛り上がってるね、はいはい、お金どいくら使ってもいいんだよね、はいはい、それぐらい透明化するわけよね。うん、日本は金使っってちょっとこの 東明化すればいいわけですすよ化ればいいんでそれをとにかくまあいいやその話は向こうは東明化してわーってやってということでしょで盛り上がってるじゃないそれでこのついバンス副大統領候補僕あの人作家だからさて何書いてんだろうと思って見たわけよ。 ネットフリックスに「ヒルビリーエレジー」っていうタイトルになってるわけ、映画でね、本もそうだけど、ヒルビリーエレジーなの、エレジーってわかるカはか。それで、ヒルビリーエレジーって、なんだろうと思ってさ、見たんだよ、ネットフリックス、映画を2時間ぐらいの映画そしたら、本当にね、アラパチア山脈のあんだけの古い、US チールのボロ工場ね、日本製鉄で買おうしてる、あんなボロ工場、だめなわけだよね。 ああいう地帯のプアホワイトなんだよね。うん、で学歴もなくて、はい、チャンスが全然ない世界なんだよね。うん、でバンスはもうお母さんはアル中じゃなくてあのあれだよハヘロイン中毒だよ、ねうん、で離婚何度も離婚して。うん おじいさんおばあさんも離婚したり、うんそんな、そういう崩壊した世界なんだよね、うん、それからバイスはイラクに兵役、まあ、で行って、うん、僕に来て、えー、大学に権利をもらって、修士、うん、大学から行って、うん、それからやっとロースクール、イエロー,ロースクールに行けるようになって、うん、そこから、まあ、ちょっとあのエリートのちょっとチャンスを得るんだけど、うん、とにかく絶望の世界なんだよね。うん、あこれはそうか プアホワホイトのの世界ってここうういうのなんだうんそこにトランプがいるんだ、うん、トランプは金持ちだけどはい、はい、エスタブリッシュメントじゃないんだよ、ね、入れてくれなかったわけですからね。そういうトランプもなんかそのごちゃごちゃし世界からのし上がってきたやつだからつまり非エスタブリッシュメントの金持ちとそのプアーホワイトの世界と、うん、そこでもう一回アメリカよみがえれって言ってるんだって分かってきたんだけど、うんうん、バイデンさんの世界は。 東部スタブシュントの世界なんねある意味では着実に政策を運営していくそういうエリートたちの集まりなんでだからそうかと田舎者の世界に本当のねプアホワイトのヒルビリーってね田舎者って意味になってるんですよ。なるほどなるほどなるほどアパレル山脈のあれ辺のこれ「ヒルビリー」ってね田舎者って意味でだから田舎者がロックやったらどうなるかっていうとロカビリーなんだよ。 あ,あそれ、がブレスリーなんであーあれロカビリーってそういう意味なんでそれで俺もだから、ヒリびリ、あそういうことかと、うん、分かって、なるほどな、それでヒリびリエレジーで、うん、エレジーなんだよ、もう幼い頃にとお母さんに、むちゃくちゃひどいんだよ、もう、うん、頭おかしくなって、ヘロインで、うん、車を運転するばスピード出してぶつかるかもしれないし、うんうん、子供としては、調べにしかないよね、うん、その中から生き抜いてきて。うん その悲しみがね、だからエレジーで悲しみを抱えてるのがバーンス・クライト候補なんだってわかって、うん、でそれを作家として表現したんだよね。うん、で日本ってあの自叙伝って言うと、うん、私小説にっちゃうんだよね。はいはい、私小説っていうのはさ結局狭い世界の話しか書いてないんだよ、ね。うん、まあ自分の内面描写とあと女性が出てきてとかで、はい、そういう話なんだけど。うん アメリカの事情伝っていうのは基本的にベストセーラーになる要素を常に持っててそれは背景に社会を描いてるんですね,るほどね単に自分が悩ましたって話じゃなくてなぜ悩むかっていう必然性を描いてるわけで、ね、これがだからヒルビリエナジーなんですよねだからバースさんってあ,あそっか出てきたばっかだけど39歳で、はい、あこの人が4年後には43歳で。 ケネディと同じ年で大統領になるのかと思って、うん、あここにアメリカがあるんだって分かった、うん、なるほどねっていうね、うん、だからそういうことだよね。うん、ところは日本はなんかごちゃ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 してるだけでさ、うん、お互いで足引っ張って、うん、なんか暗く小さくなって、うん、で何かあったらどうしたらいい症候群で、うん、否定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 で走るわけね。うん 僕がオリンピックだって、今、くそみそに言う人いるけど、あの時は夢を作ったんだよね、うん、ただ、森喜朗みたいな絡んだ問題が一つあるのと、コロナになっちゃった、本来は日本選手は東京2020で、過去最,最高のメダル獲得したんだ、ね、そうですよね、うん、だからそこまではいってるわけですよ、うん、それから大阪で万博があるでしょ、万博は費用がかかるって、だって3000億円ぐらいなんだよね。うん それで能登の復興が遅れるって馬鹿がいるわけよ、能登、うん、の復興がかかったって知れてるわけよ、うん、全体の土木年間産業は70兆円なんですよ、うん、そんなことでね、万博おかしいとかいっぱい言うばた、うん、言う、そういうなんか作業人たちが騒ぐわけですよ、<ー>それでやたらに否定するんだけど、うん、そうじゃないんですよね。うん、万博はだかからら来年4月から始まりまりすけど、うん 4月から始まったらみんな行きますよ。うん、あの愛知万博が2 0 0 0 2 0 0万人から、うん、大阪万博が3000万人近くでいくでしょう。うんうん、まあどうなんですかやっぱりあれに対してね、うん、否定的な見解ってやっぱり万博に否定じゃなくて維新に否定ってな。うんまあ、政治的な思惑が強いですよね。それとねやっぱり費用対効果あるんですよね。うん、東京オリンピックは僕は承知している頃に。 日銀の試算で1兆円の投資で30兆円の利益が出るっていうか、うん、経済効果がある、うんはい、この万博も確かちょっと正確に覚えてないけども、うん、1>, 1兆円、2兆円の経済効果があるんですよね、うん、でそに維新の問題もあるけど、うん、そ日本のなん漠然とした中道左派みたいなインテリというのは朝日新聞的な世界で、うん、何かを、ね、始めようとすることに対して否定で書いてあるなるほどね。否定で。うん でね、僕の世代にも多いいんんでです中道三派っぽなんとなく批判して朝日新聞を読んでそれで否定で入っていく、うん、で会社でもねなんかイベントを新しくやろうとすると新しいアイデア、うん、なんか否定で入っていく社員が多いから、うん、日本は停滞するんで、うん、やってみようじゃないか面白いじゃないか、うん、でリスクあるかもしれないけど、うん、一発行ってみようそういう気,気概とか機運が日本から欠けてきたんですよね。うん、高度経済成長の時は もうやってみろやっていう感じの「やっちゃえ!」っていう感じがあったなたけどねそれが今そういう気分ないからでなんかやったらすぐ「やれパワハラだしクハラだ何ハラだ」ってなっちゃうけどそれはだから気をつけた言葉遣いをすべきだしそういうことにはすごく神経を使うべきなんだけどそれとお茶ゃであったり何かいろんなことをこう少し強調したりとか強めの発言したりすることが必要なんでそれを周りを見ながら ちょこちょこちょこっとしか言わないと後ろ向きの差し合いみたいになっちゃって今回の対等政治はそれだと思うんだよね。可哀想だな。要するにそういうこじんまりとした状況の中で批判ばっかり全面に出てきちゃって、どん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 社会が縮小してってますよね。空気がねマイナスの空気がですね。とにかくオリンピックやめなんやめようなんていうと言うさ世界いないよ決まっちゃってるからねもうすぐ始まる時に。 そういういことだ,よ、ね、だからオリンピック行かないとか万博行かないとか行きゃゃいいじゃんとか <laughs> そ, <laughs> それで本当にこの宮田翔子選手<え>活躍見たいじゃん俺<え>見たいのになんで見せてくれないのって監督が、うんうん、これお前の権利か違うだろうと、うん、国民が選んだのになんでお前らだけで潰したんだよってこういうことですよ、うんうん、それからやたらにこう批判するタバコ吸ってるおかしいとかね酒飲むおかしいとか。うん お前、いつもそういうことしたことないのかと、うん、人のことばっかり厳しく言うんじゃないよと、うん、いうふうに言いたいよね。だからあれですよね、法律上は20歳以上でしたっけ、タバコも酒もね。うん、そうすると。売っ、ねええ、た側り罰則が、罰則じゃないけど、怒られるだけで、本人には罰則は来てはないのか、ええ、ね、うん、ただあれですよね,、あのー、ね、生まれた時から20歳まで全員がね、国民の全員がタバコも酒もやらない。 20歳になった以降に始めるこれはこれで嫌な社会ですよね。ですよねそういう意味では。まさに中にはそのねおちゃめなやんちゃなやつがいて有さ、うん夢前にねあのやってみたりとか飲んでみたりとかでそれに対してまあ規則があるんだからお前ねちゃんとやれよというようなところで注意をしていくその許容してじゃあどうしたらいいのかっていうところを考えていく社会の方がより健全ですよね。 はみ出たら修正して、またはみ出たら修正して成長していくわけで、うん、ね、それが成長でしょ、うん、それをはみ出たらバチッってやって終わりってやったら成長しないじゃん、ねうん、もうはみ出てバチッってやつたら、今のユノさんいないですよね、うん、いないね <laughs> ずっとはみ出てきたよね <laughs> 今でもはみ出てますから <laughs> いや、はみ出てたら面白いでしょ面白いです学友同等生ばっかりの世界になっちゃって、うん 劣等等まで優等生になっっっちゃってて、うん、何やってんだろう、ね、だからこの問題ってやっぱりどうでしょうね、あのー、このね動画を見ていらっしゃる視聴者の方に申し上げたいんですけどもただ単純にタバこを吸ったから出られないではなくてそれを許してしまうそうしてしまうこの社会のありようっていうのをね、うん、考えてみるべきですよね生きにくいというかですね昔甲子園でね、うん、ちょっと一人あのなんかあれもおかしいなってその。 チームの誰か一人やっただけなのに何個悪いことしちゃったとか、うんうん、そしたらチーム全員出れなくするっておかしいのよね、うんうん、あれ戦前のね陸軍の連帯責任というやり方と同じよ、うんうん、誰か兵隊が失敗したら全員並べっつってパチ,パチンパチンパチンってやったら陸軍だから、うんうん、甲子園の選手は一人悪いことしたって他の 20人は悪いことしてないわけだからそいつを排除すればいいだけだってそれで出場停止になってるのあれもおかしいよね極端に学校の生徒が何かやっただけで野球部関係ないのに甲子園出るだけだけど何を言ってんだっていうねこれがねずっと戦前から続いてるねそれで変なふうにこの頃吹き出してきてるなそういうのがねそれに対しておかしいと声を上げるところもなんか寄ってたがってそれを潰そうというか。 ね、否定しようとする動き、ね、簡単にまとめればね、うん、自分がやったことには責任を持つべきだし、うん、いけないことはしちゃいけないけれども、うん、もしうっかりやっちゃった場合にはそれは反省させる機会を与えながら、うん、そのちゃんともう一度生き直せるようにするということでしょうん、それをこれちょっと悪いことちょっと失敗しちゃったったら排除するっていう、うん、これやってったら、うん、あの。 だって無菌状態の社会ができちゃってそれで一気に崩れるというかね免疫のない社会ができちゃって人気が出来上がるいね。というふうに思うんで今回の僕はねかわいそうでかわいそうでしかたないそういうねなんか規則守れって言ってるやつはかわいそうだって気持ちがないのかねそこは分かんないんだよね。つまりそののの体操選手の100分の1でもいいから同じような努力をしてみた経験があれば そんなこと言えないと思うんだよね。というふうに感じます。はい。えー、ありがとうございます。こういうふうにですね、こういう異論が出せない社会っていうのはやっぱりね、一番問題だと思いますんで、こういう問題が起こってきた時にですね、うん、やっぱりご意見番ね、いのさんにですね、はいえー、こういう社会の風潮と違った違った切り口でですね、ぜひこれからもね、えー、発信していただ、参加、まあ、してるのね。ええー。あの感じたことは言うとか僕らしっか<ー>としてもね。だからあのチャンネルの方にもですね、俺これ言いたいっていうこのこれから ぜぜひぜひお寄せいただきたいなと私の方からも持ちかけますけどもめったに声をかけていただけないような <laughs> <laughs> そんなことないですよ<や>お忙しいです、はい、終わりありがとうございました <laughs>